誰かさんが食べ物を探しに来る時間ね。その後、あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。きっとそのオットーという人もただ者ではないのでしょうね。彼はまあまあでしたよ。まあいい、彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに、500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると、本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が降臨していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌な奴なのかを分かっていないんです。その点においてはあなたを信用するわ。メイ博士、四季の律者戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。それはそれは、長い間お待たせしてしまってすみません。とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。でもあなたたちは私に何か別の質問があるようね。うん、実を言うと、準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。彼女たちは私の戦友で、成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされたの。そして偶然にも彼女たちの中に、世界の泡をあんたの言う抹消に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね。博士、あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。そうでしょう？もちろん。はい。静かにふわ、理解できるでしょ？複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種の整理なの。世界の根源は極めて複雑で、人類が把握できるものではない。けど私たちは整理し、重要な部分のみを見ることで一定程度の万物の動作を観測できる。
それが物理学の趣旨よ。はいはい、つまりわざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ。その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから、気にしなくていいことだった。でもそんなに丁重に聞かれたのなら、私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく私たちの間に誤解は必要ないの。簡単に言うと、私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側とつながった時、この世界の泡が勢いに乗じてあそこに戻れる確率はそう高くないわ。たとえそれができたとしても、使えるアンカーポイントがない限り、世界の泡と固有世界は強制的に融合する。私とプロメテウスはそのまま消えるでしょう。そのまま消える？あの橋の前の状態をまだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。その結果はあなたたちが見た通りよ。キアナが外部の戦友と話すことができたのは、空のリツチャの力で橋の修復をしたからよね。うん。それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが成婚計画を始動させ、みんなをここに封印した。その行為により、この世界の泡は浮上して、そういった結果をもたらしたの。事実、私たちの計画の中心となる、あの巨女の残骸も、成婚計画がこの世界の泡を選んだから、ここに現れた。あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ？そういう存在がなぜ、漁師の海の奥に現れたのか。待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、あなたたちの律者コアもダメになると思うわ。ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない。そうでしょ？何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じように、あなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？私たちをどう扱うかはあなたたちの自由。でも現実は言うまでもなく、相手がケビン個人でも成婚計画でも関係ない。あなたたちの今の敵は時間なの。あなたね、あなたはいつもそうですよね。他人に対してもケビンに対してもあなた自身に対しても同じように残酷です。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。
そして私たちが公平でいるためには区別せず、同じ基準であらゆる人とことに対応しなければならない。それは…リラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さはことの裏側にあるの。歴史の運命を思って感傷に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ。確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生のすべてじゃない。みんなが気にしてるのはそこだと思う。あら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし。誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい。本気ですか？プロメテウス、一号景色の起動をお願い。承知しました、博士。これは…気をつけて、ライデン・メイ。これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。VR ゴーグルみたいなもので、古の楽園のような全面の仮想空間ではないの。なるほど。でも急に楽園の景色を再び目にしたから感慨深い気持ちになったわ。おお、メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。ですが、メイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょう。どうして私と似たようなことができるんです？私とプロメテウスはこの世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら。この景色はプロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部だからこそ、あなたたちと同じ方法でここから出られないの。あら、このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。この雲霧茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。ブローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ。もちろん、あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろそのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。忘れないで、
ケビンと成婚計画にとって時間は味方、つまりあなたたちの敵よ。巨樹の残骸を利用すればあなたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。でも個人としてあなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ。博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが、少なくとも気持ちを消化する必要があります。ふん、三人とも本当に分からず屋ですね。船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。それにキアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。そうでしょ？ええ、案外その面においても鋭いわね、意識の律者さん。もちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり一体どういうこと？まさか。あ、振り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で。なるほど、そういうことなのね。うん、あの時私は100人分の力を借りてようやくできるようになったんだもん。確かに今のキアナは退去研機のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。オットー戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去研機だけでは妥当とは言えないよ。だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による枷を振り切るのをサポートしてもらって。そんなこと可能なの？もちろん。退去研機で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰かのサポートを受け枷を破ってもらえばいい。ふん、わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。ただメイ博士にホラを吹いていただけじゃなかったんだ。つまり成婚計画は律者自身を利用してその力を虐殺してるだけ。その段階でもう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。そしてそれができればサポートしたもう一人のリツちゃんの力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？リツちゃんならさほど難しくないわ。私も四季のリツちゃんもあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私があんなことをするように彼女たちを導くなんておかしいでしょ。おかしい？
あまり照れすぎないように。とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があるわ。メイ先輩、その手伝ってもらってもいいかな。もちろんよ。ブローネちゃん、しばらくここにいてもらってもいいかしら。はい、二人の健闘を祈っています。ここにしましょう。知ってると思うけど、あなたたちのようなリング上の得意点を持つ律者は自分の意識をコアに保存できるのよね。それってベルト、それとも昔の彼女みたいに？似たような話を聞いたことがあるし、私自身も別の人格と体の主導権を争った経験がある。でも意識をコアに入れるなんてまだ試したことはないんだ。大丈夫、一方的に進めたりはしないから。二人とも律者なんだから、互いの心と体が十分に開かれた状態なら相手の思想空間にたやすく入れるはず。キアナ、体と心をリラックスさせてライデン・メイという人間の全てを感じなさい。そしてメイは古の楽園に出入りした経験を生かして自分の意識をキアナの体内に入れるようにするの。でも具体的にはどうすればいいのかしら。理論上はいろんな方法があるけど、あなたたちにとって最も成功率の高い方法を選ばせてもらうわ。こう、それからこうすればいいんだよね。ええ、大して複雑じゃない。そうでしょ。でもこれは本当に少しおかしいわね。楽にして、雑念を捨てるように。あ、ごめんなさい、わかったわ。謝らなくていいから。女の子同士だもの。心を落ち着かせて入ることと受け入れることに集中すればいいわ。こんなに時間が経ってるのに、メイ先輩はもう私の思想空間に入ったのかな。
どこか違和感があるような。やっぱり何も進んでないみたい。思想空間に入る、思想空間に入る、思想空間に入る。キアナちゃんは何をしてるの？そんな風にされると余計集中しづらくなるわ。それとも反響が聞こえるのは私がすでにキアナちゃんの思想空間に入った証なの？いや、まさかね。私ったら何を考えてるの？ごめん、メイ先輩。もうブツブツ言わないから。私の考え事もキアナちゃんに知られたんでしょ。これでおあいこね。でもそう考えると私たちはもうすぐ成功するってことかな。わからないわ。でももう少し楽にしてみて。昔のように自然にね。昔のようにか。本当にメイ先輩にしか口にしない言葉だよ。二人の考えが触れ合い、一つの点に溶け合った瞬間、ふと浅い眠りのような軽やかさがやってきた。どちらが先に心を動かしたのだろう。彼女たちは突如として空を飛び、暖かい風に吹かれた二つのタコになっていた。その時間は長いようで短い。そして少女たちは同時に目を開けた。セイ・フレイヤ、彼女たちにとっては家のような場所だ。まさか最初の場所がここだなんて思わなかった。彼女たちはやっぱりいないんだね。キアナちゃんは支配劇場にいた時に姫子先生に会ったのよね。うん、プレイグジェムに記録された世界の中でね。でもメイ先輩は相変わらず鋭いな。私が経験したことすぐにわかるんだね。あの時ここで別れを告げたんだ。その後私は深淵の律者になった。
じゃあ今日学園に戻ったキアナちゃんはもう姫子先生の名に恥じないクラス代表になったのよね。考えもしなかったよ。クラス代表っていう言葉を背負う日が来るなんて。でもキアナちゃんにぴったり、そう思わない？それに、クラス代表のキアナちゃんにずっと授業をサボってた私の補習に付き合ってほしいと思ってるの。こういう時はメイ先輩が昔教えてくれた言葉で答えるべきかな。確か率先霊行？それはともかくとして、あの思い出はこの一年の間に起きたことの中で一番メイ先輩に聞いてもらいたい話でもあるから。じゃあクラス代表お願いね。わかった。そうだね。どこから話せばいいのかな。あの日、彼女が最初にかけてくれた言葉は、久しぶりね、キアナ、だった。そうだよね。長い間会ってなかったし。でも、姫子先生とメイ先輩、それからみんなと一緒にいた日々は、昨日のことのように感じるんだ。それと、結構変わったとも言われたよ。その時こう思ったの。私が変わらなかったら、悪いことは起こらなかったのかなって。なら、私はブローニャたちの言ってた、バカキアナのままでいたかった。すごく幼稚だよね。そう思わない？メイ先輩。でも、その頃は本気でそう考えたし、現実離れした奇跡もたくさん想像したよ。今思い返せば、それは精神的に未熟な、自我防衛だったのかもしれないね。人は永遠の別れを自ら語ろうとはしない。でも、私は避けられないし、語らないわけにもいかない。私は、本物の空の律者。それは変えられない事実だから。心の準備はできてたんだ。でも、短時間で納得して、理性的に考えたり、受け入れたりすることはできなかった。それは、誰だって同じよ、キアナちゃん。姫子先生は、一時的に連絡ができない状態だけど、世界のどこかで私たちを待ってる。彼女はただ虚数空間で眠っているだけなんだ。私たちもそう願ってたわ。だからその時、姫子先生にも急に現れすぎたんじゃないかって聞かれたよ。まだ心の準備ができてないんじゃないかって心配してくれたのね。うん。でもそういうことに対して本当の意味で準備をしてから向き合う人なんていないよね。むしろそれは永遠に逃げてることになるんだと思う。だからその後、不甲斐ないけど、姫子先生の前で泣いちゃったんだ。めちゃくちゃ激しく。でも、それも成長に必要不可欠な部分、だよね。ええ。そうね。
イ先輩、知ってる？別れる前に姫子先生は、したいけどもう二度とできないことをたくさん教えてくれたの。その時、私はようやく気づいたんだ。私たちの人生の中で、どうでもいいように見えるものこそ、大事な部分を占めてるんだって。もしかしたら、それこそが人生の中で最も価値のある部分なのかもしれないわね。そうだね。姫子先生曰く、本当のセーフレイヤに戻って、黒板に字を書いて、部屋に戻って、もう一杯いただきたかった。赤のドレスを着たかった。メイ先輩の手料理と委員長の作った麺料理が食べたかった。それと、卒業して大人になった私たちを見守りたかったって。キアナちゃん。少し切ないけど、力が湧いてくる。そうだよね。やっぱり涙より、笑顔を覚えているべきだよね。だって、人生から太陽が消えたと言って泣いてしまえば、涙で星まで見えなくなるから。それはタゴールの詩かしら。うん、メイ先輩が気に入ったなら戻ったら貸すね。え、そういえば少し前に似たようなことを言ってくれた人がいたの。過去と別れを告げる時は笑顔でってね。イニシエの楽園、それはヨルムンガンド幹部の試練の地で、記憶と記憶体で構築された世界だった。そこには委員長やケビン、そして最初に人類のために戦った律者を含めた全文明の13人のヒーローが眠っていた。その名も火を追う13英傑。私はそこで数ヶ月の間、崩壊の秘密を探り、律者として生きる意味を探してた。旅の終わりに求めていた答えを手に入れたけど、受け入れがたい別れと向き合わなければならなかった。侵食の律者を倒すために、記憶体である英傑は自ら犠牲になった。彼らは、過去で私たちに人間性を残し、そして今、私の人生により多くの自信をくれた。でも、今の私の頭に残ってるのは、やっぱり悲しみよりも感動の方がずっと多かった。あなたが覚えている限り、この物語は消えない。それは十三英傑の中で、最もみんなに愛されてる、エリシアが教えてくれた言葉よ。その物語は遺憾に満ちてるけど、だからこそ物語とそれが私にくれたものを忘れられないの。運命に押されず、時間に流されず、別れを恐れず、死から逃げず、終始一貫して自分の信じた未来に向かって突き進む。ゴールに着いた時には、彼らの残した意志も、
彼らが守ってきた美しさも私たちのような後継者に受け継がれるはずだから。それが歴史のロマンというものなのかもしれないわね。十三英傑、いろんな物語を持つ人たちみたいだね。ええ、キアナちゃんが聞きたいなら彼らの物語をいくらでも教えるわ。ここまで結構長く話したと思うんだけど、変わった現象なんて特にないみたい。キアナちゃんはほっとしたみたいね。うん。だって誰も精神の枷の正体を知らないし、もしここでわけのわからない敵と戦うことになったら、周りの環境も影響されるだろうし。私のちょっとした私情だけど、聖フレイヤには私たちの記憶にある姿のまま変わらずにいてほしいんだ。この道を歩くと、いろんな、休むべき時に無理をしすぎると健康に悪いわよ。真剣に毎日を過ごす習慣を保ち続けましょう。